くよ。うん。せーの。違うなぁ。だから言ったでしょ、ベースとキーボードだけじゃ難しいよって。おお、でも無理とは言わなかったじゃん。そりゃ無理とは言わないよ。音楽には無限の可能性があるんだもん。ベースとキーボードだけのバンドがあったって私はいいと思う。それに水木のキーボードにはシンセサイザーって言って、ピアノ以外の楽器の音が内蔵されてて、自分で音を作ったりもできるから、そういうのをうまく使ってドラムやギターのパートをやることだってできるんだよ。すごい。じゃあキーボードがあれば全部の楽器ができるってこと？そうとも言えるし、そうじゃないとも言えるかな。シンセサイザーでいろんな楽器の音は出せるけど、演奏する水木は一人でしょ。確かに一人で何人分も演奏するのは無理かも。まあキーボードにはあらかじめ打ち込んでおいた音を流す機能もあるから、ドラムを打ち込みにしてキーボードは普通に演奏するってこともできなくはないよ。なんだ、じゃあそれでいいじゃん。でもね、打ち込みはリズムが機械的になっちゃうし、トラブルが起きた時に立て直すのが難しいっていう弱点もあるの。そういうの抜きにしても今の水木にはハードル高すぎるよ。いつかは取り組むとしても今は素直に他のパートを弾ける人を募集した方がいいと思う。いつまでも軽音部かっこ仮のままじゃいけないしね。なるへそ。じゃあまずは部員集めってことか。かな。ちゃんとバンドやるならドラムとギターは欲しいところだけど。なんて言って募集したらいいかな。目指せ武道館とか？いくらなんでもいきなり武道館は飛躍しすぎ。せいぜい IF 出場くらいじゃない？ IF？ 何それ。はあ、水木って本当そういうところだよ。ん？ IF っていうのはアイディアルフェスティバルの略で、簡単に言えば軽音部にとっての甲子園みたいなものだよ。いろんなレコード会社や楽器屋さんとかが協賛して開催している大会で、入賞バンドがそのままスカウトされてプロになっちゃうこともあるんだから。いいねそれ。じゃあ目標は IF 優勝にしとこっか。優勝ってまた無茶なことを。いいじゃん、言うだけはただなんだし、夢はでっかく持たないと。あとはアットホームな部活ですとか、みんな始めたばかりですとか、キューボ、ギターとドラム、これだけは絶対忘れないでね。いや、ビビ、忘れてた。もう、水木ってば。
イフ優勝プロミュージシャンか。レーン、何やってんだよ、置いてくぞ。悪い、今行く。軽音部カッコ仮、部員大大大募集、楽しい仲間が君のことを待ってるぞ。アットホームな部活です。みんな初心者だから安心。活動場所、第三音楽室。活動日時、やる気がある日、望み。目指せイフ、優勝してみんなでプロミュージシャンになっちゃおう。避けないで。じゃじゃーん、新作の宮吉キーホルダー、かわいいでしょう。もう、水木はのんきなんだから。あんなことがあった後でよく笑ってられるよね。え、なんかあったっけ。部員募集の張り紙、ビリビリに破られてたの忘れたの。おお、あれ、誰かが廊下を走ってて引っ掛けちゃったんじゃない。ピンポイントで私たちのだけ、絶対ないよ。じゃあのぞみはどう思うの。わかんないけど、でも誰かがやったんだとしたら私たちに恨みがある人の仕業ってことでしょ。私怖いよ。考えすぎだって。のぞみに限って誰かの恨みを買うとか絶対ないよ。なんで、わかんないじゃない。わかるよ、幼なじみだもん。みずきだって、のぞみ教室だと忍者みたいに目立たないんだもん。恨みを買おうにも気づかれないよね。みずきごめんってば。もうちょっとは真面目に聞いてよね。なにこれ、なにこれ。わお、台風の後みたい。どうしよう、水木、これ絶対やばいよ。私たち誰かに恨まれてるよ。のぞみったら、まだそんなこと言って。恨まれてるとかないない。なんでよ、張り紙破られた上に部室まで荒らされてるんだよ。たまたまだって。この前、体育の先生と数学の先生が遅刻して一緒に学校来てたけど、だからって付き合ってることにはならないでしょ。あの二人は付き合ってるの。その話詳しく。どうでもいいよ。もうやだ、私軽音部やめる。ちょっと、のぞみ落ち着いてよ。だからこれは偶然だってば。誰かが恨んでるとかじゃなくて、たまたまこうなっただけ。どんなたまたまがあったらこんなことになるのよ。泥棒とか。泥棒だったらもっとお金ありそうなところに盗みに入るでしょ。ほら、よくニュースになるじゃん、女子高生の制服を盗む人とか。そんな感じで女子高生の使った楽器を盗みに来たんじゃない。リコーダーとかトランペットとかさ。何それ、そっちの方が100倍怖いんだけど。絶対そうだって。だって、あたしたち何も悪いことしてないもん。ということで、これは女子高生の楽器を狙う変態さんの仕業に決定。なわけないでしょうが。出たな、変態。だから、違うと言っているでしょ。もみじ様。もみじ様、のぞみ、この子と友達。みすき、し、この学校に通っていて私のことを知らない生徒がいるなんて。私の名はル・リ・ガ・キ・モミジですわ。じゃあ、モミモミだね。あたしはみずき、よろしくね。
もみもみ？水木のバカ。栗垣さんのお家はレコード会社や楽器屋さんなんかを経営してる超お金持ち一族なの。お家の人は校長先生とも仲が良くて毎年すごい額の寄付金を払ってるって噂なんだから。よくわかんないけどすごいんだね。そうじゃなくて、この学校で平穏に暮らしたかったら瑠璃垣さんに逆らっちゃダメなの。この前だって瑠璃垣さん英語の先生に発音が間違ってるって文句言ってその先生異動になっちゃったんだから。またまた、そんな漫画みたいなことあるわけないじゃんね、もみもみ。なれなれしいですわよ。のぞみさんというのかしら。そちらの方の言ったことに間違いはありませんわ。あの教師、名前はもう忘れてしまったけれど、教師のくせに生徒に間違った英語を教えようとしただけでなく、わざわざ私が指摘してあげたのに頑なに認めようとせず、あろうことか私の英語力に文句をつけるありさまでしたから、教師失格ということで消えていただきました。ほら水木、聞いたでしょ、瑠璃垣さんに関わったらまずいんだって。確かにもみもみはやりすぎだと思うけど、先生も間違ったら素直にごめんなさいしないとダメだよね。水木。見えすいた媚びを売ったところで騙される私ではありませんわよ。よくわかんないけど、部室をめちゃくちゃにしたのはもみもみの仕業ってこと？ええ、そう。わざわざ言わないとわからないなんて、ずいぶんと頭の回転が鈍いのね。もしかして掲示板の張り紙を破ったのも？言うまでもなく私がやりましたわ。ほら水木、言ったじゃない。どうして、なんでこんなひどいことするの？私たちもみもみに恨まれるようなこと何もしてないよ。おだばりなさい。私の恨みに心当たりがない？もしそうなら、ああ恨めしい。その傲慢さ、たとえ無知によるものだとしても到底見過ごせませんわ。瑠璃垣もみじの名において宣言します。この忌まわしい軽音部かっこ仮は本日この時をもって解散といたします。それこそが私を苦しめた報いですわ。すごいね、のぞみ。私、本当にほうほうほうって笑う人初めて見たよ。私も思った。じゃなくてどうするの水木、このままじゃ私たちのバンド活動始まる前から終わっちゃうよ。え、なんで？なんでって水木、今の話聞いてた？音楽室使えなくなっちゃうんだよ。それくらいわかるよ。でもそうなったら他の場所探せばいいだけでしょ。私たちがバンド辞める理由にはならないよ。あら、ただのアマちゃんだと思っていましたけど、少しは根性があるようですわね。甘いよ水木、相手はあの瑠璃垣さんだよ。学校の外で活動しようとしてもしつこく嫌がらせをしてくるに決まってる。スタジオなんか瑠璃垣グループの圧力がかかってどこも貸してくれないだろうし、お家で練習したら役所に騒音の苦情とか入れられちゃうんだから。え、いや、私そこまでするつもりはないのですけれど。ひどいよもみもみ、もみもみには人の心がないの。あなたたちこそ人の話を聞く耳はありませんの。っていうか、そもそももみもみなんで私たちの邪魔するの？なんか怒ってるみたいだけど、ちゃんと言ってくれないとわかんないよ。あのふざけた張り紙ですわ。張り紙？きっと部員募集の張り紙のことだよ。皆さんもご存知の通り、瑠璃垣は常に一番を良しとする。その中でも音楽は特別ですわ。のぞみ、知ってた？うん、
ルリガキ一族って言ったら音楽の世界じゃ知らない人はいないってくらい有名なんだから、世界で活躍するようなものすごいプロの演奏家や指揮者を何人も輩出してる天才だらけのエリート音楽一家だよ。その通りですわ。そして私もルリガキの人間として幼い頃からクラシック音楽を学び、ピアノにおいてはいくつものコンクールで輝かしい成績を残してきました。そんな私の実力をもってしてもプロミュージシャンの道は夜空にきらめく星のように遠く険しい。それを何ですか、あの張り紙は。楽しい仲間にアットホームな部活、初心者風情がイフで優勝しプロミュージシャンになる。ど素人が音楽をなめるんじゃないわよ。遊び感覚でなれるほどプロの世界は甘くないの。小さい頃からたった一人で毎日毎日血のにじむような努力をして、夢の中でもピアノを弾いて弾いて弾いて弾きまくって、それでも届かないのがプロなのよ。あんたたちみたいなど素人が冗談だって口にしていい言葉じゃない。夢を見るのもおこがましい。それがプロなの。分かったら今すぐ消えて私の前からいなくなりなさい。はい、ごめんなさい。水木、行こう。夢見ちゃダメかな。水木、もみもみの言う通り、私たちはド素人だよ。甘々で初心者で、イフ優勝もプロミュージシャンも夢のまた夢かもしれない。そんな私たちには夢を見る権利もないのかな。ありませんわ。少なくとも私の前では。愚かすぎる夢はもはや夢ですらない。あなたのそれは音楽に対する冒涜よ。水木、そんなわけあるかー。な、もみもみの言ってること全然わかんないよ。もみもみのお家のこともピアノのことも全部もみもみの事情じゃん。私たちに関係ないじゃん。ただの八つ当たりじゃん。意地悪じゃん、いじめじゃん、かっこ悪い、最低だよ。だってそれはあなたたちが。あなたじゃない。私は水木、こっちはのぞみ。人の名前くらいちゃんと覚えて。失礼だよ。失礼って、それを言うならあなただって。水木だってば。水木。え、ちょっとあなた、どうにかなさい。どうにかって言われても、水木が切れたら私にも手がつけられないので。そんな、またあなたって言った。だからのぞみはのぞみだってば。それにもみもみ、さっきまた私たちのせいにしようとしたでしょ。私たちは楽しくバンドやりたいだけ、誰の迷惑にもなってない。もみもみが勝手に怒ってるだけ、邪魔しないでよ。だからそれはあなたが。水木だってば。水木さんがプロとか言うから。いいじゃんプロ、どうせやるなら目指したいじゃん。もみじちゃんだってプロになりたいんでしょ。それはそうですけど。じゃあ仲間じゃん。同じ夢を追いかける仲間だよ。意地悪する理由全然ないじゃん。仲間って、水木さん、あなた何を言って。もみもみも一緒にバンドやろうよ。はあ本当に水木さん、自分が何を言ってるのか分かってますの。分かってるよ。もみもみはちっちゃい頃から音楽やってるんでしょ。バンドに入ってくれたら絶対頼もしいよ。夢が夢でなくなっちゃうよ。ね、一生のお願い。水木、やめた方がいいって。ルリガキさんがどんな人かさっき話してて分かったでしょ。うん、面白いよね、もみもみ。私気に入っちゃった。この私が面白い。私が、この私が面白い。私が、やだ、ルリガキさんちょっと本気にしてない。それだけはないってば。でも水木、
ブリガキさんはピアノだよ。一緒のバンドに入ったらパートが被っちゃうよ。それは困る。ねえモミモミ、他に楽器できない？ドラムかギターだと助かるんだけど。まあクラシックで使う楽器は一通りたしなんでますから、ドラムであればある程度叩けますけれど。じゃあ決まり、モミモミはドラムね。いやー、2日目にしてドラムが見つかっちゃうなんて、私ってばなんてラッキーなんだろう。しかも経験者だし、幸先いいな。ちょっと水木さん、私まだやるとは言ってないのですけど。そんなこと言わないでやろうよ。もみじちゃんだってもうその気でしょ。そうだ、私たちの甘い考えが気に入らないって言うなら、もみもみが厳しく教えてくれたらいいじゃんね。それならいいでしょ、ウィンウィン。ウィンウィンって、それは水木さんの勝手な都合でね。お願い、私たちにはもみもみがどうしても必要なの。ていうか、私もみもみとバンドしたいって思っちゃったし、人助けだと思ってさ、この通りお願いします。ブリガキさん、無理しないでいいんだからね。水木ってばこの通りめちゃくちゃだから、入ったら絶対苦労すると思うよ。うん、私ってめちゃくちゃなの。でもその分楽しいよ。もみもみも私と一緒に楽しくなっちゃおうよ。そんなこと言われても。ブリガキさん、何考え込んでるの。断って、お願いだから断って。わかりました。このルリガキモミジ、あなたたちのバンドに入って差し上げますわ。ほんと？やったー、モミモミ大好き。ルリガキさん、本当にいいの？経験者って言ってもクラシックと軽音楽じゃかなり違うと思うんだけど。ノープロブレム、何の問題もありませんわ。確かに私は今まで軽音楽のような浮ついた音楽にはあまり触れてきませんでしたけど、そこはほら、私はルリガキの人間ですから、あなたなんかに心配されるまでもなく、あっという間に順応してみせますわ。そっか。じゃあピアノは？ルリガキさんプロのピアニストを目指してるんだったら、そっちのお稽古で忙しいんじゃ。そうね、その通りよ。だから本来ならあなたたちド素人のお遊びに付き合ってあげる義理も時間もないのだけど、いろいろあって今は少しピアノを弾くのを控えていますの。いろいろ？何でもいいでしょ。あなた、のぞみさんには全然全くこれっぽっちも関係ないことよ。そうそう、何でもいいじゃん。もみもみがドラムやってくれるってだけで、私はハピノスケだよ。だけど、こうなったら観念するしかないか。一応言っておきますが、私は水木さんがどうしても私の助けが必要だと頭を下げるから、寛大な慈悲の心で仕方なくバンドに入ってあげるのですわ。そこのところ勘違いしないように。そんな風に言うなら入らなきゃいいのに。のぞみさん、何か言いました？何にも。もう水木、後で覚えてなさいよ。え、私また何かやっちゃった？こうして私たちのキラキラの夢に新しい仲間が加わった。ど素人二人のヘナチョコバンドになど花から期待はしていませんが、私が入るからには半端な真似は許しませんわ。水木だけでも手に負えないのに、問題児のルリガキさんまで増えたら、この先一体どうなっちゃうんだろう。溢れる想いかき出して、誰か
もみもみも仲間に加わって早速練習を開始した私たち。ああもうそうじゃない、本当に水木さんたらど素人ね。それに引き換えのぞみさんはなかなか才能があるじゃない。嘘、なんで私ルリガキさんに気に入られてるの。もみしちゃんって呼んで友達になろう。どうしてこんなことに。そこに現れた期待の大型新人木枯らし蓮、イフ優勝プロミュージシャン、私が入ったからには楽勝だぜ。私の前で大口を叩くとはよほど自信がありますのね。え、初心者、ギターは買ったばかり、音楽をなめるな。もみしちゃん落ち着いて、ここで怒ったらせっかくの新入部員が辞めちゃうよ。うぐぐぐ、のぞみさんの頼みなら仕方ありませんわね。こうなったらこのルリガキもみじが徹底指導してあげますわ。って、あれ、レイさんはどちらに。はぁ、友達と遊びに行った、ふざけるな。次回台湾第3話、激突嵐を呼ぶ新入部員。